まあ、この店の特徴といいましょうか、それをちょっとご紹介したいなと思って。信号機がすごい。じゃあね、島田さんね、はい、今このものをこんなサビサビでしょ、はい、こんなサビサビのやつをどうやって私やってるかっていうとね、はい、それこそここでね、はい、こういう機械を使って、サビ落ちるでしょ、はい、でこれをただ単にサビを落としただけにするのか、はい、もう少し鉄の地肌を見せるのか、これによって雰囲気って変わるじゃないですか。確かに。どのぐらいね、こう、色味を、そうです。艶感出すかっていうのを。そうです、そうです。こうやってやっていくと、なんか鈍い鉛色っていうんでしょうか。ピカピカじゃない古い時代のこの雰囲気を出しながら、機能も再生する。いや、いいですね。またこの新品のよりもなんかプレミアム感が増すというか。そうでしょう、はい、うん、本当ちょっと磨くとこんなに色味が。そうなんですよ。2回やるだけでピカピカっとね。だからね、ほとんどの人たちがもういらないいらないってただ処分してるだけなんですよ。うん、まあ、例えばもうちょっと綺麗に、やっていって自分たちで少しこう地肌が見えてきたでしょ、この先をか。どんどん艶やかになってますね。だからこの本当の鉄にするのは簡単なんですね。全部取っちゃえばいいわけですから。それじゃあこの中古の面白みがないから、やっぱりこのどのぐらい落とすかみたいな、ね、この微妙な感じっていうんでしょうかね。ここがセンスが出ますね。そうなんです、そうなんです。だから巻き割りじゃなくて、はい、やっぱり一つのもう道具っていうか、うっていうのかな、か飾り物みたいなもんですね。並べても楽しい。だから巻き割りをしない人でも欲しい人があるんです、はい、これをこう置いときたいとかね、リビングにちょっとこう飾って、そうそう、そういった人もいますね。で当然あの使えるようにしなきゃいけませんので、気が切れるように。そう、だから今度はこういったやつで刃をちゃんと研ぐんです。はい、してこれで商品として店に並べて、はあ、でもこういう作業をスタッフの皆さんがここでやってくださってるから、あれだけの、ね、品揃えが入り口のところにあったように揃う。だからこの絵なんかでも古いまんまでしょ、はい、でこういったのもこうやってやっていくと、ま、違いますね。研いだとこと何もやってないとこ違いますもんね。ちゃんと表面の腐食したっていうか、はい、もう腐ったところっていうか、そういったら全部取って、木の綺麗な、ね、木の部分が出てきて、そうそうそう。だから店に並んでると、はい、皆さん多分1500円とか高いっていうけども、これだけのことやってるんですよ。ここを知るともっとお得に感じますよね。そうそう、やっぱり新しいものを買うのも、まあ、もちろん手ですけど、うん、やっぱりこのね、これだけ長い歴史をというか、うん、長い年月みんなに受け継がれてるものを使うっていうところにね。材料が全然違いますから、今のやつとはね。で昔の方が丈夫なものが多い。これはもう鍛冶屋さんがトンテンカン、トンテンカンってやってるやつ。だからこう今ちょっと磨いただけで。そうです、そうです。取り出すことよく斧にはここにこう3本線が入ってるでしょ。はい。なんでなんだろう。これなんでだと思う。なんかの印です。うん。ね。ここに斧ってみんなね3本線が入ってるんです。どういう理由かわかりませんが、はい、熊よけって言いますね。え、3本の線で熊が寄ってこない。そう、なんか熊が寄ってこないっていうか、まあ、昔の人が言い伝えで、言い伝えでやったんでしょうね。熊よけって言いますね。そうなんだ、うん。こうやってここにあるものすべてそうやってもう本当に手を入れないものは1個もないんです。全てこう、はい、こういったもんでももうサビサビじゃないですよ、これもうかなりサビサビ で、 そうですね。これちゃんと油入れて、はい、そしてさっき磨いたように、はい、社員が磨いて、はい、ちゃんと刃をつけて、うん、油を塗ってそして店に出してるんです。切れ味もちゃんとね。そうなんです、いい具合に。そうです。だからこうやってもう一般家庭にね使わずにもう放置されてるものがものすごいたくさんあるんです、うん、
でもひとたびこうやって人の手が加われば生まれ変わりますね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。これをね、社員がやっても20分から30分ぐらいかかりますから。そうですよね、うん、時給1000円としても整備士に500円かかるんです。本当に簡単な話、作業がね。そうなんです、何工程もありましたし。そうなんです、だから普通の人が買っていってね、はい、こういった道具もないわけですから、なかなか中古品っていうかこういったものはもう買っても使えない、うん、私たちがもう誰が買ってもすぐ使えるような状況にして店で売ってるんですね、うん、これは原価タダだとしても、はい、人工賃500円かかってますから。そうですね、それに電気代とかいろんな消耗品もありますので、はい、倍に売っても1000円でしょ。そうですね、円で売っても採算取れないぐらいなんです。ネットで悪いですけど、高いっていう人は自分でやってみてくださいって言いたいんですね、本当に。本当ですよ。今このさっと慣れてる社長がやったからこんなにスムーズにいきましたけど、慣れてない人は全然できないですよ、この工程。一本に仕上げるだけでも時間かかりますもんね。1日以上かかっちゃいますよ。本当そうなんですよ。私たちの会社の中古っていうのは、はい、ただ食器とかそういったものだけじゃなくて、こういったところに特徴を持たそうと。もう私が好きなもんですからね、はい、先ほど言ったように。社長の部屋もありましたしね、作業部屋。だから、まあ、どこにもない手を入れて、はい、商品化して売ろうかな、うん、だから新しいものはね、古いものばっかりです。でもそれをずっと使い続けるっていうね。そうです、人の手を加えて。うちの女子社員なんかね、はい、茶色いものって言いますもん。茶色いって汚い茶色いって言います。まあ色味で言うと茶色なんですけど。茶色いって言ってますね。いやでもこういうこと、ね、受け継ぐ文化みたいな、いいですね。そう、もう絶対大事ですよ。新しいものだけじゃなくて、そうだから100均とかね、はい、今流行り の DIY で売ってるの、はい、安いものっていうのは本当すぐ潰れます。そうですね、すぐ潰れ、壊れちゃったり壊れちゃう、うん、買えなくなっちゃったり、もう斧なんか新しいやつなんかすぐ剥がるとダメになっちゃう、うん、やっぱこういった斧っていうのはもう見るからに頑丈ですもん、ね、何年でも使えますもん。刃も厚いししっかりしてますしね。そうです、何年でも使えますね。やっぱりあの日本の技術力っていうのはやっぱ高いんだなって、はい、で今はまあコストダウンとか測ってますから、非常にあの変な安物になってますけども、まあ、昔の工具類っていうのは非常にあのクオリティが高いですね、日本のやつはね。だから DIY をするにも何の道具を使って DIY をするのかが大事なんだっていうのは今日すごく知りましたね。そうでしょう。はい、なんかその DIY をするっていうこと自体はね、もう女性でもいいなって思うんですけど、何の道具を使ったらいいかって分かんないじゃないですか。でも今日のこう見せてもらうと、やっぱり昔からいいものをこう大事に使うっていうのがいかに大切かっていう。それでね、やっぱり男っていうか、はい、DIY をする人たちっていうのは切れれば今のやつでも古いやつでも何でもいいんです、はっきり言って、はい、切れれば目的はね、うん、切りたいから。しかし、はい、この古いやつを自分でレッスンしたやつ、これで切るっていうことに価値があるっていうかね、ロマンがありますよね。そうです、あの車と一緒でさ、そうです、移動するんだったら何でもいいじゃないですか、はい、やっぱりデザインが自分は見えないのに、外から見ることはしないのにかっこいいデザインの車に乗りたいとか、うん、中のね、そう、乗った時の座り心地だったり、何の道具を使うかでこれだけね、楽しみが違いますね。同じものを作ってもね、だって革小物作ったことないのに、あれさっき乗せてもらっただけで小物を縫いたくなりましたもんね。面白いでしょうね。まあそれがだから人間のその楽しみ方っていうか、はい、あまりこう殺伐としない生き方っていうか、そういったものにこう鼓舞だけじゃなくてね、はい、やっぱり生き方にちょっとこう凝った生き方をすると楽しいのかもしれないね。同じものも、うん、愛着度合いが全然変わりますよね。使うものとか出来上がったものもそうですし、だから以前やったあのクッキングでもね、はい、コンビニで買ってきたやつで簡単にできるけども、それは正直言って味気ない、うん、もうちょっとこう時間をかけて何かを作ってみる、そう、ね、難しいことをすると楽しい気がしますね。あれから私チョップドサラダめちゃめちゃ作って食べてます。あれ美味しいでしょ。美味しいです。いろんな具材入れたチョップドサラダを毎日食べて体健康になってます。量たくさん食べれますから。そうなんですよ、ボール一杯でいけちゃうんですよね、うん、そうなんです。社長の健康法をそのまま学ばせてもらってます。だから、まあ、料理とこの今日
京のね、DIY も通ずるとこあるなって思いますよね。うん、うん、多分そうだと思いますね、うん。どうやって楽しむかっていうかね、ワクワクしながら、ね、こんなことしなくても隣に行くとね、売ってるんですよ、斧安くで。結果ね、できたのはあるんですけど、そうです。あえてここは。これがもう、私の性分っていうか、うん、こんなことをしなくてもいいと思うんだけど、こうやって売りたいっていうか、これが分かる人だけ買ってくれればいいっていう。本当ですね。これなんかでもこんなね、普通の人は捨てるでしょ。これどの部分なんですか。これはあのハンマーの絵ですよ、はい、あ、ハンマーの絵、うん、絵です。でここを切ればまた削れば新しく、うん、使えますね。使えますから。でも絵の部分もさっきもちょっと磨いただけですごく綺麗になりましたね。全部こうやって全部取ってすごい。向こうの絵からなんか全部ここにはね、捨てるものは何にもないんです。再利用して宝になるものがいっぱいあるっていうことですね。そう、そんなことをねやってます。すごい、ここ落ち着きます。すごくいい空間で、男の人が来るとね、みんなここにはじーっとね、ずーっとこれをうる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 。いやでも女性でもなんかワクワクします。できないのにできそうな気持ちになります。楽しいですよ、うん、ということでした。はい、皆さん本日も長い時間ご視聴いただいてありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。